南京議車集団は、中華人民共和国の自動車製造企業グループである。英語正式社名は、ノンジングオートモビルコーポレーション、略称は、南機、またはナックである。中国の自動車メーカーの中では最も歴史が古く、建国前の1947年に設立。1958年には、 小型トラックの生産を開始して、毛沢東共産党主席や州オンラ首相らに、躍進と命名された。その後は地道な活動が続くが、この間、イギリスのローバーと技術提携を行っていて、それが2005年の MG ローバー破綻後、経営権獲得の伏線になっている。現在、躍進は、ナックの子会社の一つで、UD トラックスのトラックをライセンス生産して、 自社ブランドで販売している。また、ナックは、新宮ビとブランドで、小型車や SUV、ピックアップトラックを製造、販売しており、ディビジョンラップバトル、ハイコム車を通じて、マレーシアへの輸出も開始されている。2007年より、子会社の一つ、ナック MGUK が、MG ローバーより買収した、英国のロングブリッジ工場で、MGTF の生産を開始している。この 合弁で、イタリアのフィアット社の小型社やイベコ社の商用車を生産している。2007年に英国にある子会社のナック UK は、上海技者との業務提携について発表した。ありがとうございます。